敗3でストップです。今日の試合どう見ましたか？時間はないところで本当に選手が今日のゲームに向けて本当にいい準備して、我々がこう、やろうとして、たことを本当にピッチで表現してくれた試合だったなというふうに思ってます。先制こそ許しましたが多くのブロックがありました。守備面どう評価されますか？持たれる時間は本当になかったと思いますけども、本当に、我慢してね、本当にチームが一つになってこうじれずにね、で最後もちろん決定機使われましたけども、最後本当に体張ってね、最後まで本当にやりきってくれたと思ってます。そして失点直後途中出場の金子選手がすぐさま結果出しました。嬉しい起用だったんじゃないですか？ここまで本当に苦しい時期というか、なかなかこうチャンスがなくて、で今日久しぶりにね、ベンチに入って、で本当に、チームの力になりたいっていう思いを一番持ってる選手なので、そういう選手がねゴールしたということは本当に嬉しいです。次欲しいのは勝ち点3だと思います。この先どんな準備をしていきますか？まずはしっかりね、休養を取って、一回疲れを抜いて、でまた次節のね、湘南に向けて頑張っていきたいと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。